伊豆尾高等学校の一大阪府立伊豆尾高等学校はかつて大阪府大阪市大正区にあった公立の高等学校大正中期1921年府立7番目の高等女学校として創立99周年の2020年に閉校となり同じ校舎に大阪府立大正白両高等学校が開校している1921年大阪市西区に 大阪府立第七高等女学校として創立した。太平洋戦争後の学生改革に伴い、新生の高校、大阪府立伊豆岡高等学校に改編、全日制普通科を設置した。普通科に、コース制を導入し、多様な選択科目を設置。また、1クラス35人学級や英語と数学では、少人数授業による、修熟度別学習指導のほか、 2007年度から大阪府教育委員会からアクティブハイスクールに指定され、教頭二人体制でキャリアアドバイザーも配置し、夏に隣接のセミナーハウスでの勉強合宿なども実施。2015年9月から情報の授業で任天堂 3DS と BASIC を使ったプログラミング教育も行っていた。高君は高等女学校時代からの純真清掃。 高瀬は、旧制大阪府立今宮中学校から引き継いだ、出実合見。高知のある、大阪湾岸の伊豆大地域は、江戸時代に開発された天領で、綿や、菜種、スイカ、白ウリなどが栽培された、いわゆる摂津川口神殿の一つで、伊豆大地域の発展のため地主で、特殊科の田中東兵が尽力。自宅の隣に学校を誘致の運動をしていた。 1921年3月31日付で設立された大阪府立第7高等女学校は4月8日より大阪市西区市岡町の大阪府立市岡高等女学校を仮校舎として授業を開始。翌1922年4月1日大阪府立伊豆尾高等女学校と改称し、同年6月1日に西区伊豆尾町に移転した。 この移転日を創立記念日としている。なお、誘致に尽力した田中東兵も娘二人を伊豆岡公女の二期生、五期生として通わせている。伊豆岡公女は1948年の学生改革により大阪府立伊豆岡高等学校になった。同年5月28日に大阪府立今宮高等学校及び大阪市立南高等学校と生徒 教職員を交流し、男女教学となった。2019年度からの大阪府立高等学校、大阪市立高等学校再編整備計画に基づき、大阪府教育委員会は2016年11月18日の教育委員会会議において、伊豆尾高校を大阪府立大正高等学校と再編統合することを決定。2018年から生徒の募集を停止した。 同年4月1日、伊豆尾高校の高地に統合校大阪府立大正白寮高等学校が開校した。2020年2月28日、第72回卒業証書授与式及び閉校式が実施され、3月31日をもって伊豆尾高校は閉校した。元校長によると、大阪府立第7高等女学校という輝かしい、 ナンバースクールの伊豆尾高校が再編されたのは、大阪府教育委員会の施策に本動された結果、としている。高校進学率の上昇した1970年代、黒田革新不正が、高校入試で15の春は泣かせない政策として、不立高校を大幅に新設する際、土地があるという理由で、伊豆尾という小さな地域に3校目の高校として、大正高校が新設された上、 新設校を育てる不教委の方針で、対象高校に総合選択制や全期入試を導入するなど、生徒確保の面で、対象高校が有利な立場となっていった。結果、距離わずか約400メートル先の伊豆大高校は、かつて地元の人たちが進学することも難しいほどのエリート校だったにもかかわらず、伝統校であっても生徒募集が難しく、 地元の方々からも見捨てられた結果、生徒がほとんど集まらない高校へと転落し、再編統合されることとなった。制服は1923年6月に制定。不立工場で初の制定。2002年にデザインが一新された。校舎は1924年2月23日、不立工場で初の鉄筋コンクリート建築で落成した。 1978年に改築工事が開始され、新校舎が1981年3月に完成した。ただ一部の校舎は、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2005年と2010年度に改修を行った。伊豆を工場の誘致に尽力した田中東米が、伊豆を工場に通わせた娘二人の卒業後、 友人と二人でスタインウェイ製ピアノを寄贈した。このピアノを2000年代に修復し、毎年コンサートも開いていた。6月の体育祭と11月の文化祭を合わせて、泉高祭りと呼ぶ。体育祭は、各学年を6つないし7つに分割し、上下級生で一体の団と呼ばれる、縦割りチーム編成で、激しい応援を競うのが特色。11月に開かれる、 文化祭は模擬店の多さ、全クラスが個別に垂れ幕を作り PR するのが特色。舞台演劇、ヒップホップダンス、軽音楽部によるバンド演奏のほか、同校教師陣による先生バンドがフィナーレを飾る。毎夏、生徒会執行部が24時間テレビチャリティキャンペーンに合わせ地元商店街に夜店を出し、売上金を寄付していた。 また、大阪市環境局の協力で、地域清掃活動、泉高クリーンウォークを定期的に行っていた。終戦直前1945年3月から、伊豆お工場時代の生徒の大半は、大阪府立一岡高等女学校や市立、明期吉高等女学校生徒と共に、東京第二陸軍造兵賞、香織製造所において、火薬の粉塵が舞う劣悪な環境の中で、 昼夜に交代、爆弾、砲弾の製造作業に従事した。校舎も、戦時中1945年3月13日の第一次大阪大空襲で被災しており、この体験を無にしないため、香里製造所の跡地には、非戦、陸軍造兵所香里製造所跡にある非戦の誓いの、飛陸軍造兵所香り製造所跡にある被戦の誓いの非政時、行政、 編集経済、編集学者、編集学芸、編集芸能、編集スポーツ、編集その他、編集。ありがとうございます。